六時三十一分です今日のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんですおはようございます、はい、おはようございます、えー、先ほど昔のオリンピックの思い出話なんかをちょっとしましていろいろや,やってらっしゃいますね,、えー、ね僕はもう高島さんが、えー、今日ね一番最初に喋っておられたのと全く同じで あの、白い恋人たちといえば、もうこう、クロード・ルールシュ監督の。そうですね、あの、記録映画ですよ。もう、これはもう、歴史を、記録映画の歴史を変えた作品だ。でも、僕はあれなんですよ。クワッタ・ケスケも、あの、歌いますけど。なんだか、あの、そっちも大好きで、両方ともできるなんて言われてて、まあ、私との年齢差をね、つくづく感じたんですが。まあ、ところでね、本業の方でちょっと伺いますけども、あの、先日の、 あの、沖縄県名護市の市長選挙で、戸口武豊さんという方がね、当選しました。小泉進次郎筆頭副幹事長も2回も入ったということで。うんうん、それであの、いわゆる、ま、基地の問題、ね、辺野古の移設問題については、全く争点化しなかったというか、ほとんど触れなかった、うん、<で>そうなんですよ。 その当選で一体この心をどう読むかっていうのはね、うん、え専門の人がいろいろ言ってますけども、鈴木哲夫さんはどういうふうに分析したんですか、えー、実は去年の、えー、まあ、暮れというのも変です。えー、まあ、11月ぐらいから、あの、まあ、例えば政府関係者とか官邸の中枢にいる方とかと話をするでしょ、はいえー、で沖縄の話をすると、とにかくななな、選挙の話してもね、もう、ほぼ、その、っていうかもうほとんど、 っていうか、絶対っていうか、基地の話しないんですよ。ああ、ええ、ああ。もう基地の木の字も言わない。はあ、沖縄の話しても、もう基地の話、はあ、こっちが聞いても、はあ、もう完全に、基地の木の字、辺野古の辺の字。言わない。言わない。言わなかった。言わない。これもかなり中枢の人ですよ。うん、当然そこに関わってる人にも。はあ、観光例が。 いやいや、それ,それでね、うん、いや、ま、徹底して言わないなと思ったのは、やっぱりここにあったわけですね。とにかく、<ー>もうこの名護市長選挙に絶対自,、えー、自民党、公明党として勝たなきゃいけない。えーえー、そのためには基地を争点化しないということを。えーえーはい とにかく徹底ししてましたねでその代わりにとにかく沖縄で何を話をするかってとそういう人たちもう全員共通してましたけど、うん、もう経済の話でしたのその中にはカジノをね、えー、やっぱり沖縄に持っていくっていうのもありなんカジノ。うん、<ー>もうそういうふうな話もあったとにかく、えーえー、経済の話しかしない基地の木の字も言わない<ー>それぐらい徹底していたということは当初、うん、その稲峰さんの方が有利だと、うんうんえー 言われていたのは当然、基地問題が争点化されていくだろうから、これはやっぱり反対派のね稲峰さんがと言ってたところ、それがこの自民党の戦略で、地下に潜っちゃったんですねやっぱり経済状況はあんまりよくないそれでね、今度の選挙の結果どう見るかなんですけど、その結局ね、実は地元のメディアなんかが、この選挙に絡んで、その基地の問題を一緒に世論調査するじゃないですか。やっぱりね 過半数六割七割がどこのメディアの調査でもやっぱりね反対なんですって反対の多いんですよ昨日どっかでやってましたね、うん、テレビで戸口武豊さんのね、うん、表の中であの三割の人が基地は反対だと言ってそうなんです、うん、反対ならじゃあ普通なら稲見さんに行くのに反対なのにそうじゃない、うんうん、ここにやっぱり今のその市民のある種の 迷いっていうのか、そういうものが見て取れると。でも、考えてみると、昔からそういう感じしませんなんか、基地が争点化されたら野党が勝ち。で、経済がね、うんぬんっていう、それが重点的になると、まあ、与党というか、自民党の意気の変った方が勝つというような。そうですね。それともう一つね、あの数字から見れば、期日前投票。ああ、すごかったですね。いやいや。 これね、44%とか言って投票率では言ってたけど、実際の票で計算すると、ざっくりですよ。ざっくり得票で計算する、あの、投票数で計算すると、6割ぐらいの票が、期日前にも投票されてた。これ、期日前行く人っていうのはもちろん、当日はちょっとね、あの、自分はどっか出かけるからっていう人もいるけど、そういう人もいるけども、組織票がやっぱ大きいわけですよ。大きいですね。つまり、それだけ自民党、公明党が、 まあ、とにかく組織をフル回転させてたと。だからそういうことも勝因の一つ。つまり組織選挙をやった。うん、争点から基地というのをできる限り外して経済というものを訴えた。えー、で、そういうものが、基地はやっぱ反対なんだけど、うん、うーん、そうかなっていう票を、まあこうぐーっと取り込んだ。これがやっぱり、 今のその名護の一つの結果なんだろうっていう思いますけどね。そしてカジノを誘致しようという。そうですね。だけどこれあんまり露骨にやると、あ、結局なんだ、また経済で国は釣ろうとしてるのかっていうふうに見えてくる。だから、これ勝った後も結構政府慎重でしょそうですね。うん、すぐすぐじゃなくて、反対の声に耳を傾けながら。この辺がね、おそらく、あの、安倍政権がこれから目指す方向だと思います。鈴木さん、続いては7時からです。 今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。鈴木さん。はい。本当にね、毎日のようにコップの嵐みたいなニュースが載るんですけども、うん、野党です、野党。はい、はいえー。今日もね、産経新聞の一面に、希望、文党手続き開始へ。うん、えー、どういうことと思ったら、 希望の党の松沢参議院議員代表、議員団代表ですね。ええ、昨日古川元久幹事長と会談をして、ええ、文党の協議を申し入れたと。うん、で、新聞によれば、 安全保障や憲法に関するその見解の違いが理由だと <laughs> いうことなんですけど、まあ、だけど、こう無理やり5人を集めたような、うんえー、形跡を見ると、うん、どうもその、うん、分投して、政治資金を別にもらってですね、うんえー、それでこう、まあ、自由な自分たちの、えー、ものが言える、そういう政党にしたいんだみたいな、うん、今のちょっと野党側のですね、毎日乗ってるこういうちっちゃいね、うんえー、この嵐、まとめて喋るとですね、うん、どういうことになるんですか。 一つ一つのそういう、はい、例えば文党を申し入れたとか、何、はい、とかっていう、ええ、一つ一つの小さな動きからこう見ていくと、ええ、高島さんのおっしゃるように、まあ多くの方そうでしょうけど、まあ私もそうだけど、な、なんかよくわかんない。これ何やってんのっていう、<く>なりますよね。で,ねでまさに今回の文党の理由にもなった憲法や、ええ、いろいろこう、その政策が違うって、おい、そ,それ最初からわかってなかったの <laughs> と。一緒にやるって言ったじゃない。ええ、なんで今頃ってこう、 分かんなくなっちゃうので、はい、もう結論はこうだっていうのをもう頭の中で決めて、うん、そっから逆算してみると分かりやすくなると思うんです<ー>それどういうことかというと結局あの選挙でいうと立憲民主党っていうのはもう要するにこの民進党とか 基望との合流に外れた人たちがもうしょうがなく外へ出ていった、ええ、しょうがなくですよ外れ馬券が大当たりね、うん、それで江田さんはもう旗をもうしょうがないけど立てたと大当たりもう国区の策で、うん、そしたらやっぱりよく貫き通したってことで支持を集めて今やねもう支持率2桁ですよ <laughs> だからこれは非常にある意味では政策も含めて分かりやすいですよね。はい、で、結局はその合流がぐちゃ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 して、まあ、相変わらず右から左までいろんな人たちが混ざっているのが、要するに民進党と、はい、それから希望の党。はい、だからこのそれぞれが綺麗に二つに分かれて、うん、あの、それでそれぞれ立憲側と、もう一つ野党、ええ、つまりちょっとこう、右の考え方って保守的な、はい 野党二つに分かれる、はい、これが多分もう結論なんですね。 だからそこに向かってどういうふうにプロセスを取っていくか、喧嘩別れするよりは分頭にした方が。もう出口は分かってると。えだけどそこに至るまでに、それぞれの政治信条だとか、まあ好きな嫌いもあるかもしれないし。お金とかもあるし。金がどういうふうに分かれるかにもよるし、両方多数派にしたいわけだから。これまた、来年4月の統一地方選挙とか、秋のその参議院選挙とか。夏ですね。それに、夏ね。で、それに勝負するには、野党は少なくとも、 あの今の巨大な自民党、公明党に対してこう、まとまるってことが最低必要ですおっしゃるりですよね。もうそうしなきゃ勝てない。それも結論が見えてるわけですよね。だからそれはみんなわかってるけれども。じゃあ、と言ってね。じゃあ、潔くそうするかというと、高島さんおっしゃったように、いや、あいつが好きだ、嫌いだとか。まあ、例えばですよ。そういうふうな細かいことも含めて、ぐだぐだしてるっていう感じだと思うんですね。だから、その、まさにポイントでおっしゃった、その来年の、特に春の統一地方選挙。 これはね、あの、実は地方組織が大変な、こう、思いで選挙やるわけで、ええ、ここにしてみると、早くね、ええ、中央のその、政党がきれいになってくれよと、<ー>そうしなきゃ、誰に応援来てもらえばいいのそうですよね。もう迷うわけで、だから、ええ、そういう意味ではね、やっぱり来年の統一戦春ですから、その1、ええ、選挙は1年前からやっぱり準備しなきゃいけない。うんうん、もうすでにほら、 街角に来年の統一地方選挙に向けてポスターを貼ってる政党なんかたくさんあるわけですよ、ね、だからそういう意味では今年の春つまり2月3月4月この辺りで、うん だからもうぐちゃぐちゃしてるけど、綺麗になってくれと。その最後の出口結論に至る可能性はどうですかまとまる。ある程度これまとまるねっていう。あの、まあ、僕はこういう見方してるんですけど、うん、まとまる可能性も何も、まとまらなきゃもう終わりだと思います。<わ> <laughs> うん、だから、そういう危機感を持って、あの、す、えー、ね、実は民進党や、あの、えー、もう一つ希望の党の幹部何人かと実は、 この二週間ぐらいちょっと話をしたんですね。はいはい、じねみんなその危機感を持っています。だからみんなその人たちがね口にしたのはあの計らずも同じ同時じゃないんですよ。二、うん、月って言いましたね。二月ですか。うん、だから<あ>そうじゃまあ今月こういう動きが出てきて、うん、綺麗になるかどうかのいよいよその最後の大詰めに来るというふうに見ていいと思うんですよね。二月は今です。では続いてヤジウマニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送「ひーステーション」に全国のラジオ局21局を結んでお届けしますおはようございます高島秀武です今朝のコメンテーターはジャーーナリススト鈴木哲夫さん取り上げるニュースはまずこれです昨日の東京株式市場の日経平均株価はニューヨーク市場の急激な下落を受けて全面安の展開となり下げ幅は一時1600円を超えました 株価下落で企業業績の先行き懸念が強まり安倍政権が経済界に賃上げを求めている春闘にも影響しそうです昨日は予想通りの展開というふうに見えましたけどもね まず、日本放送報道部の森田孝二解説委員です。はい、昨日の東京株式市場の大幅な下げは、ニューヨーク株の下げを受けてということでしたが、5日に1175ドル安、過去最大の下げ幅を記録しましたニューヨーク株式市場のダウ平均、6日は一転しまして、 567ドル2000と高い24,912ドル77セントで取引を終えました。まあ、ただ取引開始直後は567ドル安まで急落し、その後上昇ということで乱高下した6日のニューヨーク株式市場でした。で、アメリカでは景気の加熱を防ぐ観点から FRB、アメリカ連邦準備制度理事会が金融引き締めに転じておりまして、利,利上げを継続しております。で、専門家は アメリカの長期金利は今後一段と上昇すると分析しておりまして、再び株安の波が来る恐れがあると警鐘を鳴らしています。で、アメリカ以外でも物価の上昇傾向が続いているヨーロッパ中央銀行が1月に量的緩和の規模を半分に減らしましたし、日銀も緩和縮小に向かうという思惑が市場でくすぶっておりまして、この金融政策の不確実性が最近の株安の背景だと指摘する声もあります。で、一方で企業業者 は好調でしてトヨタ自動車は昨日今年3月期の連結業績予想を情報修正しまして純利益が2兆4000億円と2年ぶりに過去最高を更新すると発表しましたトランプ政権の法人税減税で利益が押し上げられ円安も寄与するということですでそのトヨタ自動車の小林工事副社長は昨日の記者会見でこの株安については次のように述べています 株価については絶対額ででうん、ね、云んということはあの申し上げれませんけれども、あまり乱高下するというのは、まあ、世の中の特に株価が高いというのは実はあ,のあ,る,ある意味じゃあの購買意欲をそそるわけですねそういう意味では、まあ、あ,ある妥当な値段で推移していただければいいかなと。 日本については当面景気交代に陥る可能性は低く、平均株価は改めて24000円台を目指すんではないかというエコノミストの声もあるんですが、専門家の間では、高景気と低い金利が共有する適温相場は終わったという見方が広がっております。まあ、安倍政権と日銀が株価を支える完成相場え、どうも試練を迎えている状況なのかもしれません。さあ、これをどう見るかということですけど、うん、鈴木さんいかがですかあのー、まあ、 これ自民党の幹部なんかと話してもですね、はい、あの、ま、まあ、まだ一喜一憂すべきではないと、あの、しっかり、まあ、見た方がいいだろうということで、はい、まあ、ここで要するに、あの、どこでまあ、とどまるのか、そうじゃないのかっていう、えー、まあ、一つの節目というかですね、時期に、まあ、 これからちょうど決算が関わってくるわけですね。もろかかって、ねええ、やっぱりその、まあ企業のいろんな業績っていうのはこれまでまあ、これまでは分かってきているだけでもまあ、そう悪くないわけですよね。だからそういう意味では、あの、踏みとどまるような流れになるんじゃないかという見方がある一方で、今、あ森さんおっしゃったように、その、いわゆる春闘がありますね。はい、で、まあこういうふうに乱高下してくると、やっぱり経営陣もなかなかその給与をね、 えー、どんどん上げようかってことにならない。そうなると、はい、まあ、ある種、そう、賃上げがうまくいかないことによって、また一つ、その、状況が、全体の状況が、はい、悪い方へ流れていくきっかけを作ってしまうんじゃない。だから、まあ、慎重に、まあ、両方の見方があるというのが現状だと思うんですよね。ええー。安倍総理としては、あれですかね、不安を感じる出来事ですかそれとも、まだまだ、あの、万歳。え、これ、ね、安泰。政<権>こう思います。うん。 第二次政権発足してからずっと言われてることで、えー、あの、なんですけども、えー、安倍さんは二つの数字を気にしていると常に。一つがやっぱりこの株価。もう一つは、はい、まあ、支持率。あ、支持率。と言われてるんです,よ、ね、<laughs> すいですね。そういうことをよくみんな言うんだけども。それぐらいやっぱり、なんと言っても、その、第二次安倍政権の一つの旗は、やっぱりアベノミクス、経済、これがこの内閣の最大の売りですから、はいはい そういう意味では、やっぱり、非常に警戒してみているのは、これ間違いないと思いますよね。トランプさんのおかげの企業減税で、うん、例えばトヨタをはじめとしてね、はいはい、あの、いわゆる輸出型企業のところが非常に好成績である。はいはい、で、そういうのも、その、安倍さんにとっては手柄のうちに入っちゃうんですよね、みんなね。まあまあ、そうですね。ねうんで そういうふうに考えると、うん、じゃあ、この春とね、大企業だけじゃないかとよく言われますけども、うん、あの、これは結構いい数字期待できるんでしょうかね。いやー、これは僕はなかなか、まあ、現時点ですけども、いろんな方と話をまあ取材してみると、はい、その希望通りね、3%って安倍さん言ってるけれども、はい、それはもう内部留保の問題と設備としても、いろんなことを考えて、それから今の景気局面をどう見るか、はい このままいいよねっていうさっきの話もありますけど、いや、備えなきゃっていうのもある。だからこれはね、なんとも言えないと思います。それともう一つ、今おっしゃった中で一つあれなのは、あの、アナリストがよく言ってるのは、はい、やっぱ今年はね、はい、トランプリスクっていう言葉をよく聞くんですよ。<ー>うん、つまりトランプ大統領は、うん、まあ、目立ってはいますけど、やっぱりアメリカ国内での支持率や、うん、いろんな内政含めてまだ安定してないでしょ。えー そしてやっぱりアメリカンファーストでトランプが一体どん,どんなその経済に関してのねまあ発言をし何をやらかすのかとまあ結局それによってあの市場が動きそして日本も影響を受けるとこういうねトランプリスクっていうのもまあ今年その日,本の日本の市場を見ていくときの1つの。 ポイントだろううなっていうだからそこもやっぱり見ていかないといけない専門家はよく言いますけど、要するに日本はまだあのゼロ金利でね、うん、えだけど他は、うん、アメリカなんかが出口政策を模索してて、金利を上げてくるというね、はいはい、えこれによって、その円の価格もね、だぜん変わってくるし、景色がですね一瞬にして変わるんだよという、うね、この辺がまだ日本が遅れてるという人が今回も、<え>ある意味でその金利ががっと上がるという、そのある種の見方。 広まったこことも、はい、このアメリカの,あの市場のね、ええ、こういうことになっちゃった一つの要因でもあるわけですね、だからそうなるとやっぱり日本、それにどう合わせていくかというのは、うん、これだから難しいですよね官房長官、まだまだあのしっかりしているとは言いながら、ええ、内心はちょっとハラハラというね警戒心は結構あります、ね、出てるんだろうと、ええええ、はい続いてのニュースはこちらです。 婚約が内定している秋篠宮家の長女眞子さまと国際基督教大学時代の同級生で法律事務所勤務の小室圭さんについて今年11月に予定していた結婚式など関連する一連の儀式が2020年まで延期されることになりました眞子さまは宮内庁を通じて十分な準備を行う時間的余裕がないと説明されました まあ十分な準備をする時間がないとなんとなく唐突のような感じしないでもありませんしそれから伸ばすって言っても再来年まで伸ばすっていう。 これちょっと伸ばしすぎかなみたいな気もするし、えいろいろとねえ、伝えられております。そうですね、宮内庁は今年もう近づいてます。はい、3月4日の納祭の儀、それから11月4日に予定していた結婚式など、一連の儀式を再来年2020年まで延期すると昨日発表しました。えーはい、で、眞子さま文章を出しまして、いろいろなことを急ぎすぎていたのだと思いますと説明し、今後は結婚についてより深く具体的に考えるとと,ともに、 結結婚婚まででののそしてて後の準備に十分な時間をかけてできるところままで深めてていいきたいと思っておりますこのように記しています。で、再来年までとした延期期間については、皇室にとって重要な一連のお儀式が滞りなく終了した後ということで、まあ、天皇陛下の退位などを念頭に置いていると見られています。ただ、小村さんをめぐりましては、去年の12月以降、母親に金銭トラブルがあるという報道が週刊誌などで続いておりまして、まあ、これは知り合いの男性から借りた400 万円以上を現在まで返済していないというものですが昨日の宮内庁の価値休務士官は説明の中で、まあ、お二人の結婚の意思は変わっていないと一連の週刊誌の報道は延期の判断とは関係ないとこう説明しております、まあ、ただ結婚不安視する声は前からありまして小室さんの収入面それから老いたちなどを一部週刊誌が否定的に伝えておりまして関係者の一人はこのまま突き進んでも祝福ムードが盛り上がらないのは目に見えていたほとぼりが冷める のを待つということだろうと打ち明けたり宮内庁の幹部もトラブルがあるなら解決してすっきりとしてから結婚すればいい絆をより強くする時間にすればいいとこのように話しておりますで一方で政府はまこ様が皇室を離れる際の一時金に当てるため国会で審議中の新年度予算案に1億5000万円を計上しているんですねお二人は急ぎすぎた宮内庁もそう言ってるわけですけど我々の感覚で言えば あやっぱり皇室関係の結婚はずいぶん時間がかかるなというね <laughs> <laughs> そう思っていたところ今度、もっと伸ばすというねそれで今、森田さんが言ったみたいにその週刊誌報道のね内れは,は否定してますけどもやっぱりその影響というのはね否定しても否定してもやっぱり残るんだろうなという感じしないでもないでしたけど情報が入ってきてきやっぱり あの、えっと、びっくりしましたけどね、そ,その後、まあ、永田町、結構いろんな人に、あの、取材しましたけど、えー、その、今言われた、その、いわゆる週刊誌報道がきっかけになってるんじゃないかっていう、はい、やっぱり見方をする人は多かったですよね。はぁはぁこれも、あの、最初に報じられてるから、実は、うん あの、へって感じになったけども、実は割と沈静化してて、うんええ、あ、これも関係ないんだろうなって思ったんだけど、ええ、まあ、何しかこう後追いしたりしてですね、うん、ここ2週間の間ぐらいに、はいまあ。そういうことから急転直下したんじゃないかというふうにやっぱり見る人は、ええ、長田町でも多いですよね。そのまあ、実際はそれを、 国内庁も否定していますし、ええ、あの二人はもう少し色々時間をかけて準備したいんだっていうコメントは出されていますけれども、ねええ、まあその辺がちょっとこうな,なんかこうすっきりしないところではありますすよねね本当です、ね、お二人の気持ちはねあのどうなんだっていう。 変化がないのかっていいう。いやーないんであればねやっぱり祝福をね、うん、あのーえー、ぜひしたいしっていう思いはありますしね本人とお母さん関係ない人は関係ないしけどね結婚ということにつくとね関係ないとも言い切れないんだけども難しいですねまあ見守りたいっていうことですよね、はい、鈴木哲夫さんでした 株式市場でしたでアメリカでは景気の過熱を防ぐ観点から frb アメリカ連邦準備制度理事会が金融引き締めに転じておりまして利,利上げを継続しておりますで専門家はアメリカの長期金利は今後一段と上昇すると分析しておりまして再び株安の波が来る恐れがあると警鐘を鳴らしていますでアメリカ以外でも物価の上昇傾向が続いているヨーロッパ中央銀行が1月に量的緩和の規模を半分に 減らしましたし日銀も緩和縮小に向かうという思惑が市場でくすぶっておりましてこの金融政策の不確実性が最近の株安の背景だと指摘する声もあります 一方で企業業績は好調でして、トヨタ自動車は昨日、今年3月期の連結業績予想を情報修正しまして、純利益が2兆4000億円と2年ぶりに過去最高を更新すると発表しました。トランプ政権の法人税減税で利益が押し上げられ、円安も寄与するということです。で、そのトヨタ自動車の小林幸二副社長は昨日の記者会見で、この株安については次のように述べています。 株価については絶対額ででうんぬんということはあの申し上げれませんけれども、あまり乱高下するというのはまあ世の中の特に株価が高いというのは実はあ,のあ,る,ある意味じゃ購買意欲をそそるわけですねそういう意味では、まあ、あ,るある妥当な値段で推移していただければいいかなと。 まあ、日本については当面景気交代に陥る可能性は低く、平均株価は改めて2万4000円台を目指すのではないかというエコノミストの声もあるんですが、専門家の間では、高景気と低い金利が共有する適温相場は終わったという見方が広がっております。まあ、安倍政権と日銀が株価を支える完成相場、どうも試練を迎えている状況なのかもしれません。さあ、これをどう見るかということですけど、うん、鈴木さんいかがですかあのー、まあ、 これ、自民党の幹部なんかと話しても、まだ一喜一憂すべきではないと、あのしっかりまあ見た方がいいだろうということで、はい、まあここで要するに、あのどこでと、ま、ど、あ、まるのか、そうじゃないのかっていう、はい、まあ一つの節目というか、ですね時期に。まあ これからちょうど決算がかかってくるわけですね。もろかかってきますね、ええで。やっぱりその、まあ企業のいろんな業績っていうのは、これまでまあ、これまでは分かってきているだけでも、まあ、そう悪くないわけですよね。だから、そういう意味では、あの、踏みとどまるような流れになるんじゃないかという見方がある一方で、今、あ森さんおっしゃったように、その、いわゆる春闘がありますね。はい、で、まあこういうふうに乱高下してくると、やっぱり経営陣もなかなか、その給与をね、 えー、どんどん上げようかってことにならない、そうなると、はい、まあ、ある種、賃上げがうまくいかないことによって、また一つ、その、状況が、全体の状況が、はい、悪い方へ流れていくきっかけを作ってしまうんじゃないだから、まあ、慎重に、まあ、両方の見方があるというのが現状だと思うんですよね。えー、安倍総理としては、あれですかね、不安を感じる出来事ですか、それともまだまだ、あの、万歳、これね、政権安泰、こう思います。うん 第二次政権発足してからずっと言われてることで、あの、なんですけども、安倍さんは二つの数字を気にしていると常に。一つがやっぱりこの株価。株価。もう一つは、はい、まあ、支持率。と言われてるわけで,、ね、<laughs> ですね。そういうことをよくみんな言うんだけども。だそれぐらいやっぱり、なんと言っても、その、第二次安倍政権の一つの旗は、やっぱりアベノミクス、経済、これがこの内閣の最大の売りですから。はい そういう意味では、やっぱり、非常に警戒してみているのは、これ間違いないと思いますよね。トランプさんのおかげの企業減税で、うん、例えばトヨタをはじめとしてね、はいはい、あの、いわゆる輸出型企業のところが非常に高成績である。で、そういうのも、その、安倍さんにとっては手柄のうちに入っちゃうんですよね、みんなね。まあまあ、そうですね。ねうんで そういうふうに考えると、うん、じゃあ、この春とね、大企業だけじゃないかとよく言われますけども、うんうん、あの、これは結構いい数字期待できるんでしょうかね。いやー、これは僕はなかなか、まあ、現時点ですけども、いろんな方と話をまあ取材してみると、はい、その希望通りね、3%って安倍さん言ってるけれども、はい、それはもう内部留保の問題と、はい、設備としてのいろんなことを考えて、はい、それから今の景気局面をどう見るか、はい このままいいよねっていうさっきの話もありますけどいや備えなきゃっていうのもあるだからこれはね何とも言えないと思いますそれともう一つ今おっしゃってた中で一つあれなのはあのアナリストがよく言ってるのは、はい、やっぱ今年はね、はい、トランプリスクっていう言葉よく聞くんですよーー、うん、つまりトランプ大統領は、うん、まあ目立ってはいますけどやっぱりアメリカ国内での支持率や、うん、いろんな内政含めてまだ安定してないでしょ、えー そしてやっぱりアメリカンファーストでトランプが一体どん,どんなその経済に関してのね、まあ発言をし何をやらかすのかと。結局それによってあの市場が動き、そして日本も影響を受けると。こういうねトランプリスクっていうのも、まあ今年その日本の、日本の市場を見ていくときの一つの ポイントだろううなっていうだからそこもやっぱり見ていかないといけない、ねうん、専門家はよく言いますけど、要するに日本はまだあのゼロ金利でね、うんえー、だけど他はアメリカなんかは要するにその出口政策を模索してて、ですね、で金利を上げてくるというね、これによって、その円の価格もね、だぜん変わってくるし、ええ、まああの景色がですね一瞬にして変わるんだよという、うこの辺がまだ日本が遅れてるという人が今回も、えー、ある意味でその金利ががっと上がるという、そのある種の見方が。 広まったことも、はい、このアメリカのあの市場のね、ええ、こういうことになっちゃって一つの要因でもあるわけですねだからそうなるとやっぱり日本はそれにどう合わせていくかっていうのは、うん、これだから難しいですよねじゃあ官房長官まだまだあのしっかりしているとは言いながら、ええ、内心はちょっとハラハラという、ね、警戒心は結構あります、ね、出てるんだろうと、ええええ、はい続いてのニュースはこちらです婚約が内定している秋篠宮家の長女真子様と 国際キリスト教大学時代の同級生で法律事務所勤務の小室圭さんについて今年11月に予定していた結婚式など関連する一連の儀式が2020年まで延期されることになりました眞子さまは宮内庁を通じて十分な準備を行う時間的余裕がないと説明されました まあ十分な準備をする時間がないとなんとなく唐突のような感じしないでもありませんしそれから伸ばすって言っても再来年まで伸ばすっていう。 これちょっと伸ばしすぎかなみたいな気もするし、えいろいろとねえ、伝えられております。そうですね。宮内庁は今年もう近づいてます。はい、3月4日の納祭の儀、それから11月4日に予定していた結婚式など、一連の儀式を再来年2020年まで延期すると昨日発表しました。えーはい、で、眞子さま文書を出しまして、いろいろなことを急ぎすぎていたのだと思いますと説明し、今後は結婚についてより深く具体的に考えるとと,ともに、 結婚までのそして結婚後の準備に十分な時間をかけてできるところまで深めていきたいと思っておりますこのように記していますで再来年までとした延期期間については皇室にとって重要な一連のお儀式が滞りなく終了した後ということでまあ、天皇陛下の退位などを念頭に置いていると見られていますまあ、ただ小村さんをめぐりましては去年の12月以降母親に金銭トラブルがあるという報道が週刊誌などで続いておりましてまあ、これはあの知り合いの男性から借りた400 百万円以上を現在まで返済していないというものですが、昨日の宮内庁の加地急務士官は説明の中で、まあ、お二人の結婚の意思は変わっていないと、一連の週刊誌の報道は、延期の判断とは関係ないと、こう説明しております。前投票。ああ、すごかったですね。いやいや、これね、ええ、44%とか言って投票率のでは言ってたけど、実際の票で計算すると、ええ、ざっくりですよ。はい、ざっくり得票で計算する、あの、投票数で計算すると、<え>6割ぐらいの票が、はあ 期日前にも投票されてた。これ、はあ、期日前行く人っていうのはもちろん、ええええ、当日はちょっとね、あの自分はどっか出かけるからっていう人もいるけど、そういう人もいるけども、組織票がやっぱ大きいわけですよ。大きいですね。つまりそれだけ自民党、公明党が、うんええ、まあとにかく組織をフル回転させてたと。はあはあ、だからそういうことも勝因の一つ。つまり組織選挙をやった。うん、争点から基地というのをできる限り外して経済というものを訴えた。ええ、えたで、そういうものが、 基地はやっぱ反対なんだけど、うん、うーん、そうかなっていう票を、まあこうぐっと取り込んだ、<ー>これがやっぱり、今のその名護の一つの結果なんだろうっていう思いますけどねど。そしてカジノを誘致しようというそうですね、<ー>だけどこれ、あんまり露骨にやると、うん、あ、うん、結局なんだ、また経済で国は釣ろうとしてるのかっていうふうに見えてくる。うん、だから これ、勝った後も結構政府慎重でしょそうですね。うんあ。すぐすぐじゃなくて、ねはい、いやあの反対の声にも耳を傾けながら。この辺がね、おそらく、あの、うん、安倍政権がこれから目指す方向だと思います、はい。鈴木さん、続いては7時からです。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。鈴木さん、はい本当にね、 毎日のようにコップの嵐みたいなニュースが載るんですけども、うん、野党です、野党。今日もね、産経新聞の一面に、希望、文党を手続き開始へ。うん、えー、どういうことと思ったら、希望の党の松沢参議院議員代表、議員団代表ですね。うん、昨日、古川元久幹事長と会談をして、うん、文党の協議を申し入れたと。うん、で、新聞によれば、 安全保障や憲法に関するその見解の違いが理由だということなんですけど、<laughs> まあだけど、こう無理やり5人を集めたような、うん、え形跡を見ると、うん、どうもその、うん、分島して政治資金を別にもらって、ですね、うん、えそれでこうまあ、自由な自分たちの、えー、ものが言えるそういう政党にしたいんだみたいな、うん、今のちょっと野党側のですね毎日乗ってるこういうちっちゃいね、うん、えこの嵐、まとめてしゃべるとです、ね、うん、どういうことになるあのこれ、ね 一つ一つのそういう、例えば文党を申し入れたとか、何とかという、一つ一つの小さな動きからこう見ていくと、高島さんのおっしゃるように、まあ多くの方そうでしょうけど、まあ私もそうだけど、な、なんかよくわかんない。これ何やってんのっていう、なりますよね。でまさに今回の文党の理由にもなった憲法やいろこう、その政策が違うって、おい、それ最初からわかってなかったのと。一緒にやるって言ったじゃない。なんで今頃ってこう、 分かんなくなっちゃうので、もう結論はこうだっていうのを、もう頭の中で決めて、そこから逆算してみると分かりやすくなると思うんですそれどういうことかっていうと、結局、あのあの選挙でいうと、立憲民主党っていうのは、もう要するに、この民進党とか、希望との合流に外れた人たちが、もうしょうがなく外へ出ていって、 しょうがなくですよ、それで江山さんはもう旗をもうしょうがないけど立てたと、たもう国区の策で、うん、そしたらやっぱりよく貫き通したということで支持を集めて、うん、今や、ね、<馬> <laughs> もう支持率二桁ですよ、だからこれは非常にある意味では政策も含めて分かりやすいですよね、はい、で結局はその合流がぐちゃ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 して、まあ、相変わらず右から左までいろんな人たちが混ざっているのが、要するに民進党と、それから希望の党、はい はい、だからこのそれぞれがきれいに2つに分かれて、うん、あのそれでそれぞれ立憲側ともう一つ野党、ええ、つまりちょっとこうみ6時31分です今日のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんですおはようございますはいおはようございます ええ、先ほど昔のオリンピックの思い出話なんかをちょっとしまして。いやいや、もう。いろいろやってらっしゃいますね。えー、ね僕はもう高島さんが今日ね、一番最初に喋っておられたのと全く同じで、あの、白い恋人たちといえば、もうこう、クロード・ルールシュ監督のう記録映画ですよ。もうこれはもう歴史を、記録映画の歴史を変えた作品だ。でも僕はあれなんですよ。 クワッタ・ケスケも、あの、歌いますけど。なんだか、あの、そっちも大好きで、両方ともできるなんて言われてて、まあ私との年齢差をね、つくづく感じたんですが、まあところでね、本業の方でちょっと伺いますけども、あの、先日の、あの、沖縄県名護市の市長選挙ね、戸口武豊さんという方がね、当選しました。はい。え小泉進次郎筆頭副幹事長も2回も入ったということで、それであの、 いわゆる基地の問題、ね、辺野古の移設問題については、全く争点化しなかったというか、ほとんど触れなかった、うん、そうなんですよ。その当選で一体、この心をどう読むかっていうのはね、うん、専門の人がいろいろ言ってますけども、鈴木哲夫さんはどういうふうに分析したんですか実は去年の、ええまあ、暮れというのもいいんですが、ええまあ、11月ぐらいからあの、まあ、例えば政府関係者とか、官邸の中枢にいる方とかと、はい、話をするでしょ、ええで。沖縄の話をすると、 もとにかく、選挙の話してもね、もう、ほぼ、その、っていうかもうほとんど、っていうか絶対っていうか、基地の話しないんですよ。ええはあ、はあ、あ。基地の木の字も言わない。はあはあ、沖縄の話してももう、基地の話、うん、こっちが聞いても、うん、もう完全に、基地の木の字、辺野古の辺の字。言わない。言わない。言わない言わない。これもかなり中枢の人ですよ。うん、当然そこに関わってる人にも。はあ、観光例が、 いやいや、それ,それでね、うん、いや、ま、あ徹底して言わないなと思ったのは、やっぱりここにあったわけですね。とにかく、<ー>もうこの名護市長選挙に絶対自,、えーえー、自民党、公明党として勝たなきゃいけない。えーえー、そのためには基地を争点化しないということを、えーはい、とにかく徹底してましたね。で、その代わりに、とにかく沖縄で何を話をするかってうと、<ー>そういう人たち、もう全員共通してましたけど、えーうん、もう経済の話でした。<済>その中には カジノをね、ええ、やっぱり沖縄に持っていくっていうのもあり家もうそういうふうな話もあったという、ええ、経済の話しかしない基地の木の字も言わない、はあ、それぐらい徹底していたということは当初、うん、その稲峰さんの方が有利だと、うんうんええ。 言われていたのは、当然基地問題が争点化されていくだろうから、これはやっぱり反対派のね、稲峰さんがと言ってたところ、それがこの自民党の戦略で、あの、地下にも打っちゃったんですね。はい、そうですね。やっぱり経済状況があんまり良くないそれでね、あの、今度の選挙の結果どう見るかなんですけど、その、結局ね、実は地元のメディアなんかがこの選挙に絡んで、その基地の問題を一緒にこう世論調査するじゃないですか。はい。やっぱりね、 過半数、6割、7割が、うん、どこのメディアの調査でもやっぱりね、うん、反対なんですって、ーはーはー反対の多いんですよ。昨日どっかでやってましたね、うん、テレビで、戸口武豊さんのね、票、うん、の中で、あの3割の人が、基地は反対だというなんです、うん、反対なら、じゃあ、普通なら稲峰さんに行くのに、えー、反対なのに、そうじゃない、うん、ここにやっぱり今の、その市民の、ある種の、 迷いいいっててうううののかそもが見取れるとでも、考えてみると、昔からそういう感じしません、なんか基地が争点化されたら野党が勝ち、経済がね、うんぬんっていう、それが重点的になると、まあ、与党というか、自民党の意の変った方が勝つというようなそうですね、それともう一つね、数字から見れば、期日の考え方と保守的な野党二2つに分かれる、これが多分もう結論なんですね。 だからそこに向かってどういうふうにプロセスを取っていくか、喧嘩別れするよりは分島にした方が。もう出口は分かってると。えだけどそこに至るまでに、それぞれの政治信条だとか、まあ好きな嫌いもあるかもしれないし。とかお金とかもあるし。とかね。何がどういうふうに分かれるかにもよるし、両方多数派にしたいわけだから。これまた、来年4月の統一地方選挙とか、秋のその参議院選挙とか、夏ですね。それに、夏ね。で、それに勝負するには、野党は少なくとも、 あの、今の巨大な自民党、公明党に対してこう、まとまるってことが最低必要でしおっしゃるとりですよね。もうそうしなきゃ勝てない。それも結論が見えてるわけですよね。だから、それはみんなわかってるけれども。じゃあ、と言ってね。じゃあ、潔くそうするかというと、高島さんおっしゃったように、いや、あいつが好きだ、嫌いだとか。まあ、例えばですよ。そういうふうな細かいことも含めて、ぐだぐだしてるっていう、あの、感じだと思うんですね。だから、その、まさにポイントでおっしゃった、その来年の、特に春の統一地方選挙。 これはね、あのー、実は地方組織が大変な、こう、思いで選挙やるわけで、ええ、ここにしてみると、早くね、ええ、中央のその、政党がきれいになってくれよと、<ー>そうしなきゃ、誰に応援来てもらえばいいのそうですよね。もう迷うわけで、だから、ええ、そういう意味ではね、やっぱり来年の統一選が春ですから、その1、ええ、選挙は1年前からやっぱり準備しなきゃいけない。うん、もうすでにほら、 街角に来年の統一地方選挙に向けてポスターを貼ってる政党なんかたくさんあるわけで、はい、すよ、ね。すね、だからそういう意味では今年の春、つまり2月、2> うん、3月、4月、このあたりで、 だからもうぐちゃぐちゃしてるけど、綺麗になってくれというその最後の出口、結論に至る可能性はどうですか、まとまる、ある程度これまとまるねっていう。あのまあ、僕はこういう見方してるんですけど、うん、まとまる可能性も何も、まとまらなきゃもう終わりだと思います。だから、そういう危機感を持って、あのえー、私ね、実は民進党や、あのえー、もう一つ、希望の党の幹部何人かと、実は この2週間ぐらいちょっと話をしたんだね,、はいはい、ねみんなその危機感持っていますだからみんなその人たちがね口にしたのは図らずも同じ同時じゃないんですよ 2>,、うん、2月って言いましたね 2>, 2月ですか、うん、だからああそういう意味じゃ、まあ今月こういう動きが出てきて、うん、綺麗になるかどうかのいよいよその最後の大詰めに来るというふうに見ていいと思うんですよね 2> 2月は今ですでは続いてやじうマニュースネットワーク 東京有楽町日本放送「ひーステーション」に全国のラジオ局21局を結んでお届けしますおはようございます高島秀武です今朝のコメンテーターはジャーーナリススト鈴木哲夫さん取り上げるニュースはまずこれです昨日の東京株式市場の日経平均株価はニューヨーク市場の急激な下落を受けて全面安の展開となり下げ幅は一時1600円を超えました 株価下落で企業業績の先行き懸念が強まり安倍政権が経済界に賃上げを求めている春闘にも影響しそうです昨日は予想通りの展開というふうに見えましたけどもね まず、日本放送報道部の森田孝二解説委員です。はい、昨日の東京株式市場の大幅な下げは、ニューヨーク株の下げを受けてということでしたが、5日に1175ドル安、過去最大の下げ幅を記録しましたニューヨーク株式市場のダウ平均、え6日は一転しまして、 567ドル2 0ント高い24912ドル77セントで取引を終えました。まあ、ただ取引開始直後は567ドル安まで急落し、その後上昇ということで乱高下した6日のニューヨーク